皆さんこんばんは。武田邦彦の本当の話、番外編深い話をお届けいたします。この番組は言葉、体、神様、自然、食、医療など深く考えて人生に生かす番組となっています。この番組の主催は中部大学特任教授武田邦彦先生です。今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。日本人はですね、はい、非常に自然に対する洞察力とか、はい、人間に対する洞察力が非常に優れてて、はい、しかも外敵がしょっちゅう馬に乗ってくるってんじゃなかったんですから、2,3000 年前にものすごく素晴らしい考えに到達して、国のシステムもそうですし男女関係もそうですが、大変に幸福な人生を送ってきたんですが、まあ150年ぐらい前に外国との交渉が始まって、まあ東大の先生なんか悪さして、そして不幸にどんどん不幸にしよう不幸にしようと思って努力してるわけですね、まあ、それを今度この放送を皆さんがご覧になって、本来の日本というのはどう考えたのかと、日本人がということが分かっていただいてね、離婚もなくなると、それから家庭はいつも毎日笑い声が絶えないと、職場も全然苦痛じゃないと、そういうやっぱり本来の日本の社会というものを、まあ、皆さんに考えていただこうっていうのが趣旨で、はい、いよいよ前回は片山先生の、まあ、40年来のお仕事の一端をご紹介いただきました、はい、今日もちょっとそれに類することで、そうですね、はいはい、始めたいと思います、はい、で今回は第7回目ということで、日本人の魔の姿勢ということでお話し続けてまいります。今回も第1回目からご出演いただいております、一般財団法人性学術協会司祭塾代表の片山健先生をお迎えしております。先生よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今度は間ですからね。そうですね、まあ、これもね、日本人の肝中の肝と言ってもいいんじゃないかなと、考えていますが、間とは何かということをまずご説明させていただきたい、はい、そして続いて、日本 の日常には間があふれていた、まあ、いたとちょっと過去形になってますけども、そして間と三の関係性ということでちょっとお話しさせていただこうと考えております。でよろしくお願いします、はい、まず最初ね、無用の用、まあ、これは日本語のというよりも老子の本の中に出てくる、うん、いわゆる余白の功用ですよね、うん、はい、今、まあ、自動車なってるのでちょっと分かりにくいけど、昔はこの馬車、牛車とかですね、馬車っていうのがあって、その輪立ちっていうか輪がついてますよね。あれ思い出していただくと中が空洞になってるじゃないですか、はい、こういうあれなんて言いますかね、矢軸じゃないですけども、こう何本か通って、はい、そうそう、あれ昔はね、あのローマ の西洋のあれを見ると分かるように板なんです。板だね、うん、確かにそうですね。ところが私たちが使ってる輪っていうのは間があった、うん、で結局やはりその間があった方が弾力性がいいってことに気がついた日本人、日本人っていうか、まあ、東洋の人がね、うんうん、で今仏教なんかでも仏教の、紋章といいますかね、は輪立ちですよ。インドの旗のマークなんかにもついてますね、輪っかの軸がついたやつ、まあ、それが、今回のメインテーマなんですけども、認知と非認知、私たちはいろいろこのコップとかですね、机とか、まあ、テレビとか、これを確認しますよね、目であったり触覚であったりと、でこういったものを、まあ、物質とこう言いますけども、これはですね一応、まあ、現代の心理学的というか脳科学的には、認知したというものをね、ところがですね私たちの認知能力っていうのはもうたかが知れてて、実は、まあ、色なんて言ってもですよ、例えば400ナノメートルから800ナノメートルの間ぐらいの可視光線と呼ばれる色しか認知できない、うん、だから400と800って言ったら大したことないでしょ、何万何十万ってあるかもしれない、その中のたったちっぽけなことしか色として捉えられないという能力しか持ってないですね。あるいは聴覚なんかであれば20ヘルツから2万ヘルツ、まあ、私なんかはねもう60を超えてますから1万5000ヘルツ以上はね
聞こえないんですよ実は。あのこの前ね孫と一緒にねあのインターネットの中からこう音を聞く能力をあのテストするっていうのを探し出して、ね、はい、孫と一緒にやってみました。そしたらね0から1万5000まではあまあ0じゃなくて20から、まあ、200って書いてあるかな、あ認知あの分かるんですけどキーンっていう音がするのは。いきなり1600になるとね、あ1万6000になると聞こえないんですよ、うん、で孫はねうんうんうんって言って、うん、1万8000になってうんうんうんって言ってもう全く聞こえません。まああの若い人を追い飛ばすには、若い人が集まっちゃいけないところに2万ヘルツの音を出すと若い人は来ない、来ない。ただねあのまあ最初から話の腰を折っちゃいけないからって今まで黙ってたんですけど、はいはい、人間が憩いを感じるのは聞こえない周波数の音だっていう研究はあります。あいやそれを今から話すと、はい、あそうですか、はい、じゃあ腰を折らないで、はい、よかったですか。つまりですねあの特に日本人というのは、まあ、あの物の毛っていう言葉がありますよね、はい、あれよく動物に使われますけども、はい、要するに認知できるものの気という意味ですよね、うん、エネルギーを感じると。でも、さらにその意味としては広がってて、何か見えないんだけども感じてるものも物の気というふうに使えますよね。常に私たちは気配を感じた、うん、この気の配ると書いて気配と言いますよね。これがですね、まあ、ここには出ておりませんけども心配りっていうのがあるじゃないですか、はい、これ心を配る気配の配と、心を合わせて心配り。ところがこれから離れるとどうなるか、あごめんなさい、心配りというのは逆になりました。今説明がね心配っていうの、うん、これ心を配るとか言って心配なんです、うんうん、ところがそれから離れると心配りすると、うんうん、どうですかこれ人間同士 の、 あの摩擦を消す、はい、ね、一つの手立てとして私たちはよくあの我々の年代の親からがしつこくっていうか厳しく言われたでしょ、はい、ちゃんと目配り心配りをしなさい、はい、こういうことをですね目に見えないところにも心を配る、はい、ということを私たちはやってきた、うん、でそれがですね具体的に出ているところが間であるっていうのが今回のお話なんですよ、うん、そういう点では最近はもう昔は殺気、はい、どうも後ろから殺気が、はい、あれは多分3人だなってこういう感じですよね。まあまあそういうことですよね、うん、ね、まあ、あの先に文字が並んでるんでねお話しさせていただくと間抜けって言いますよ、うん、これまさしく間が抜けと書いて、うん、間抜けって言いますよ、うん、あるいはね真面目という字はこれ、うん、あの字が現代風とは違いますけどもともとの意味は間を締めるなんです、うん、これで真面目。なるほど。つまりですね日本人は、うん、間抜けも真面目も裏表であったんなる、うん、両方ともおバカって言ってるんですよ、うんうん、アホって言ってるんですよ、うんうん、だからちゃんと間を取んなさい、取んなさい、真面目にやってたらノイローゼになるよ、はい、それを仲間と中間と呼んだ。なるほど。これで人弁をつけると仲間となるんですよ。なるほど。で良い間のことを良間、なるほど、悪い間、これ悪魔って書くんですけど、はいはいはい、実は音玉的にはこれは悪い間のことも悪魔という。なるほど。大体男性のおしっこするトイレで45センチ以上縮まるとおしっこは出なくなります。どこの長さ？よあの人と人との間、あ人と人との間が45センチ。なるほど。それ以上縮まった男子トイレはないんですね。あなるほど。出なくなるから、あ間が取れてない、まあ、大事なんですね、うん、だからねなんか近頃ちょっと前に心理学でパーソナルスペースなんか言ったのも、もうずっと昔から日本人はそのスペース、うん、いわゆる目には見えないけど空間っていうのを大事にしてきた。考えてみれば今日は日本語が出てきていいですね。最近ね小池さんの影響かね、小池都知事の影響かね、横文字、横文字が多くてね、もうこのね友達テレビの横文字出てくるんですよ。横文字使う人の特色として一つ言えるのは使ってる言葉の意味が分かってないということ。そうか、残念ながらあのちゃんと分かってると、あの日本語じゃないと理解できませんから。例えば心一つも取ってもですよ、いや心大事だよねと、心を大切にしようよと、あなた心分かってるんですかって言ったら、心説明できる日本人は
今ほぼほぼいなくなってる。なるほど。そうするとしょうがないから英語使うと。はい。でマインドとか言います。マインド。ね、メンタルとか言います。メンタル。メンタルとマインドってあって心もわからない。なんでそのメンタルマインドが。ハートはどうですかとかいろいろ言わなきゃいけない。はい。ということなんですけども次。ハートフル。お願いします。はい。はい、じゃあ具体的にどんなところに間を取ったか、もう床の間ねっていうのがあったんですよ、はい、もう今は家庭ないでしょ、床の間ほとんど の、 あの新興住宅っていうところには、うん、ね、あれは無駄だからっていうんですよ、うん、いやそうじゃないんだと、あの余白が余白じゃないところを生かすんだっていうことをもう日本人忘れちゃってるんですよ、うん、ね、あとね床の間が作れないところでもあの縁台っていうのがあった、うん、縁台ね、私ね下町の子供の頃、うん、下町っていうのも縁台将棋ね、そう、あの炭鉱長屋にいたんですよ、うん、で炭鉱長屋ってね3畳と6畳一間ずつ、うん、あと何もない、うん、あの上がり口も何もないんですよ、うん、でね、だけどもその狭いところに10人とか私、うん、多い時で12人住んでました、うん、3畳6畳の家にね、うんうんうん、でむさ苦しいかとそうでもないんですよ、うん、でいろいろ考えてみるとね、家の中にいることってあんまりないんですよ。あの道端、暑い時は道端じゃない、あの通りに出てね、涼んでるとおじちゃんたちがこう椅子座って醤油、うん、そうね、これを縁台と言います、うん、よく考えると縁の縁、ご縁の縁の台なんだってことを後で知りました、うんうん、あるいはあのね、今日の朝ね、ホテルからね、ここに来る時にね、車に乗って外を見てたらね、ちょっと古めの家は、はい、縁が、ひさしも長いし、はい、なんとなくこう、そう間を取ってましたけど、これは最近の近代、ね、の住宅はつるっとしてて、うん、それでそのままでしたからね、うん、いや建築設計も悪くなったなと思って見てました。あのね、これものすごく素晴らしいシステムで、うん、実は家の中っていうの、まあ奥さんのこと家内と言ったりするように、うん、内と言いますよね。そして内から外側を外、ところがこの日本人はですね、お縁というのを廊下と作って、うん、靴を履かずとも外の人と接触できる場所、うんうんうん、靴を脱がずとも中の人と接触できるところをお縁と呼んでる、うんうん、これはね本当に素晴らしい。縁側ね、はい、縁側ですね、だから素晴らしいなと思います、うん、あのまあ、海外、前回海外でね、あの多少仕事をさせてもらったと言いましたけども、海外行くでしょ、そうするとですね、まあ、まず石塀があります。そしてその中央にあるんだけど鉄の門6個かかってます、うん、でね、どうやって入ったらいいんだ、そう人と接するの、そうで、ね、まあ、昔は盗賊がいたからね、うん、日本以外は日本だけですから盗賊いないの。そうだから日本の場合はこう玄関一応あって玄関開いてて、うん、裏木戸全部開いてて、はい、縁側に出るとさらに開いてて、そこにばあさんがいるという。そう鍵なんか閉めたことない。ない。そう、はい。ところがね、西洋行くとね、ヨーロッパなんかみんないいって言うけど入れないし、そう訪ねて行っても。そう。で帰ってくるまでね待っとかないといけなかったりね。そう。もう大変なんですよ。この頃はうちの名古屋の家だって、はい、鍵が1。にってこうやっていくね。忘れちゃったりとか逆にね。とは言わないまでも、どこでどう間違っちゃったのか日本人っていう感じがしますね。でね、またこれがいいですよね。親しき中にも礼儀あり。うん、これあのね、いつかもお話しさせていただいたけども、尊敬の敬っていう意味ありますね。うん、あれはまれに会う人、ね、うん、なるほどのことを言うんです。なるほど。で侮るっていうのは毎日会う人、はい、ね、いつもしょっちゅう横にいる人、はい、苦しいと、はい、これがね、うん、日本人はちゃんと心得てて、なるほど、味噌汁の冷めない距離なんていうことも言いますよね。なるほど。つまり適度な間を持って人間同士、付き合っていこうねと、うん、余計な摩擦を起こさないように、うん、間を大事にしようということですね。大体夫が毎日毎日家にいたら鬱陶しいと、はいはい、コロナなんかで家にいるなと、そう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 、こういうことですね。そういうことです、はい、夫はなんか、はい、旦那は留守がいい、はい、選手元気で留守がいいですね。そのでまたあるいはこの重箱の隅をつつくような人間っていうのを嫌うでしょう、日本人。そう
ね、細かいことぐずぐずぐず、まあ人には何でも汚いとこもあるし、そんなとこいちいち見るなと、はい、そういうことをね、もうあの言葉の端々とか家の端々に見られるんですよ、うん、そして空気を読む、うん、空気読むって外国の方に言ったら、うん、多分意味通じないんじゃないですか、ね、そうエアを読む、ね、エアレイディングエアとか、ね、アはつかないから監視はつかないにしてもわかんないですよ。そうでも日本人だったらなんとなく空気読むって言ったら、うん、子供でもなんとなくね、うん、空気読めよって言われるとなんとなく察しますよね。はい、察するったらよ次に、うん、そうなんですよ。この察するっていうことなんです、うん、つまりね、察するっていう文字の語源見ると、うかんむりに祭りですよ、うん、天の断りごとをちゃんと気づいておきなさい、うんうん、なるほど、というのが察するなんです。なるほど。だから人の心ね、今は自分の心で精一杯じゃないですか、現代人、うん、俺どうしようとか心配だとか、コロナで死んじゃうかもしれない、うん、まあ、そんなことはどうでもいいと、ね、まずは周りに気を配り、心配りをし、人の心持ちを察しなさいっていうのがこの察するなんですよ。素晴らしいでしょ。もうそれでまあまあっていうのはそういう字当てるんですか。そうなんですよ。これね、ほとんど今知らないと思います。もちろん、まとまを重ねて、まあ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 いいじゃないか、ね、喧嘩の仲裁入ってる、まあ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 っていうのは、うん、つまりままなの、そうなんですね。なかなかいいね、うん、なかなか、うんうんうん、びっくりするでしょ、うんうん、いかに日本人が余白、いわゆる、物理的なところだけじゃないものも考慮しながら生活してきたということが言えるんじゃないかな、まあ原稿用紙でもそういうなんかのあれでも、うん、余白は不要なもんだけど、うん、あの余白がないとなんとなくね、うん、文章がダメになりますね。そうですよね。あの部屋でさえも僕ら勝手に生きてると思ってますけど、うんうん、俺は生きてるぜと、うん、これあの壁、天井、床がひっついちゃったら生きる空間がないわけだから、うんうん、だから空気を読むなんてよく言ったな、うん、素晴らしいなと思います、うん、じゃあ次をお願いいたします。的さんの関係性ですね。どこかでもちょっと3の話させていただいたんだけど、はい、僕はちょっと批判的なんですけど、ね、ああどうぞ、批判をちょっとあのね、なんで3かっていうのはその決めてるっていうことじゃないんですよ、はいはい、3にあの断定してるっていうことを僕は言ってるんじゃないんですよ、うん、数字の中で、うん、全てのこのいろんなもののまとめとしての3を大事にしてきたっていう日本人はね、うんうん、だからまあ七五三奇数ですけど、うん、ね、まあ、3から始まるというところですし、うん、まあ、鳥居のお話をさせていただきましたけども、参詣して参拝して参道を通ってやると、それがお宮である子宮であるというお話をさせていただきました。でこういうものがですね、人間の関節にも出てます。関節の絵ってありますか。いや、これですよ。ああ、これ。ああ、これね。これちょっと膝関節の模写ですけども、人間の骨っていうのは、はい、関節っていうのは、実はモモさん、空いてるっていうのをご存知でしたか、ね、うん、はい。なんかクッションが入ってる感じ。で、クッションさえも当たってないんですよ、実は。うん、マイクロ単位で、実はこれね、活液っていう液体が入ってるんですよ。はい、活液、うん。まあ、たまにね、炎症起こすとぐちぐち言ったりする。うん、はい、ね、で、まず、その、骨同士、硬い骨同士が直接ぶつかり合わないように間を取ります、うん、でさらに硬い骨よりもやや柔らかい軟骨っていうのをその先端に覆います。さらに活液という液体を入れて保護しているんです、うん、ですから人間のね付き合いと全く一緒、体っていうのをね、で間があるからこそこうやって動ける、うん、間がなかったらギシギシでどうにもならない。でこれをこう例えて他人と自分って書いてますけども、これよりももう少し分かりやすい図がなかったですかね。丸が2つ、あ、これですね。これモモさんとします。これ私ね。これもしもモモさんがこの大きさじゃなくてこの大きさいっぱい主張した時、私もこれぐらいじゃなくてこの円いっぱいに自分を主張した時が接触するとこの重なりはできないんですよ、うん、ですよね。ところが10あるうちの自分のうちの、まあ、今は6で生かしてもらう、4を譲る、うん、先方も、10を主張しない、4を譲る法のところでちょっとお話ししましたですね、はいはい、そうすると
4と4の8の間合いっていうのができるんですよ、うん、そうするとね、先ほどの関節のようにお互いがぶつかり合ってすり減ることがない、うん、はい、だから変形性人間症みたいにならないんですよ。今あの変形性膝関節症とか、ね、ありますね、はい、今ねみんなのねあの言動を見てるとね、自ら変形性人間症になってるのかなと、つまり事故とは何か、ね、お前の考えとは何か、俺はこう主張するんだ、全部自分でしょ、うん、で自分同士がそのいっぱいいっぱい張った自分同士がぶつかるとすり減るに決まってるじゃないですか、うん、だから日本人はお互いに一歩引いて間を持って付き合ってきた、うん、ですから人間あ変形性人間症みたいなことがあんまり起こらなかったんですよね、うんうん、ただし命をかけて、その志を主張するときはもう 10% ずつ 100% ずつぶつかり合って、うん、命をかけてですよ。だから本当にその自己主張するんだったら人間は命をかけたとき以外ないだろうのが、うん、日本の、まあ、それこそ武士の考えであったと言えるのではないかと思います、うん、はい、そしてあの蜂がどこから入ってきて、ね、今周りに飛んでおります。蜂ぐらいは別に平気です。大丈夫です、はい、これね、蜂っていうのも、あの私あの生物学の本見てて、何の本だったか忘れたんですけどね、蜂はね、怖がってない人には刺さないんですよ。なぜか、これはね、攻撃ホルモンと恐怖ホルモンが共通の匂いを持ってる、うん、だから、人間が自分が怖がってると思ってても蜂は攻撃してくるんだと思う、うん、そうすると相手も攻撃してくる、うん、で、あのどっかでもこれ話しましたけど、戦うとおののくって同じだと、はいはい、これね、日本人気づいてるんですよ、うんうん、実はあの武者震いなんて言うじゃないですか、怖い時も震えるけど、うん、本気で戦う時も震えるんですよ、うん、僕は酒を飲むのにね、はい、蚊に刺されないんですよ。おお。それで僕の近くにいる女性は蚊の嫌いな人はすぐ刺されるね。酒臭い一番吸いたくないでしょ。違う、あのさ酒飲んだらあのもう女の人で酒なんか飲んだらものすごく蚊に刺されるんだけど、はい、今までは女性の肌が柔らかいからかなと思ってたけど、はいはい、多分ね、うん、女性蚊に刺されるの嫌なんですよ。僕は、なるほど。そう、僕はね、あの刺す蚊がね、あの蚊の刺すやつは全部メスだからね。あ、いいやと。あ、いいやと。メスだから。血ぐらい少しやるよと。あと、かけばいいじゃないか。言うんでも平気なんですよ。あ、私もそうだね。そう。なかなか刺されないんで。私も刺されないですよ。うん、周りが刺される。まあだけど僕とか片山さんはみんな蚊も嫌がるっても考えられるよ。まあ、それはありますね。十分あります、ね。それの方が強いかもしれない。はい、そういうことで、はい、これがね3になるんですよ。うーん、この私の1、2、3、この間というのが3なんだというのを今お伝えしたいわけです。うん、だから、ね、あのまあ間というのは。あの別の角度から言うと全体性ということも言えると思う、うん、つまりね個であるということで全体は成り立たないんですよ、うん、いくら個であっても全体の分を残しておかないと全体性は成り立たない、うん、例えばあのプロの健身選手たちにそのトレーニングじゃないや鍛錬を教える時にね言うのは常につながりってことを教えるんですよ、うん、あのこの図ってあったかな、あの要するに、そのピンポン玉っていうので説明よくしますけど、ピンポン玉は10個あります。その10個の連なったピンポン玉に、外側からピンポン玉をポンと当てると端が動きます。ところがそのピンポン玉の間に鉄があったらどうですかと。うんうん、10個目は 動かないでしょ。あなたの体は、あなたの体の使い方はまさしくそのような。今図に出ましたか、これですね、はい。使っていますよということをよく言います。でね、僕なんかはね、コアないっていう考えなんです、うん、まあそれは僕もよくあのコアあの全体であり全体は個であるっていう考え方を持ってるんですけども、うんうん、だからどちらもなくてもどちらも成り立たないっていうのは私いや僕考えてるのはね、人間の細胞と細胞の間に間があるかと、はい、あるんですね。今あなたの話だと細胞と細胞の間にも間がなきゃいけない、はい、そうですね、ね、はい、そして人間と人間の間にも間がなきゃいけない、うん、こうなりますね。そうですね、うん、まあその通り。なるほど。だからまあ、日本人的な考え方で言えば個は全体であり全体は個である、うん、あ、なんかラグビーの標語にありましたね、はい、
ワンフォーオール。ワンフォーオール。ワンフォーオール。うん、はい。また英語出てるの？はい。それは西洋の。これ英語ですね。はい。まあでもね、私実は高校時代ラグビーやってたんです。あ、そうですか。まあいろいろスポーツが好きで、はい、まあ野球とかラグビーとか空手とか、まあそれこそ自転車とか、いろんなことをやってきましたけども、もともとラグビーっていうのは西洋のスポーツではないんですよ。大体サッカーもそうですよ。南米のスポーツ、はい、あれはまあ起源を聞いたところによると、敵の、じゃあ1800年ぐらいからかな、敵の部族の首をね、うん、そうですね、蹴って、サッカーはそうですよね、はい、でラグビーもニュージーランドとかあの辺りの住んでらっしゃった方がやってたものを、うん、まあ、ちょっと変えて、まあ、英国が植民地しておりながら、うん、自分らのもんだみたいな顔してね、今世界でやってますけど、あれはみんなパクリです、はい、でそのパクリの話を知ってる間にちょっと本題忘れましたけども、うん、はいはい、要するにこのつながりっていうのに何かが一つだけ主張してしまうと、その連動性は消えてしまうよ、うん、そうすると本来の出力、力を発揮できないよというのを、まあ、選手たちには伝えるんですけども、まさしく人間同士もね、個であり全体であるっていう思いを持っておかないと、個でばっかりだともう完全につながりは断ち切れて、僕なんかはむしろ個はないと、あ、全体はあるけど個はないという考えです、ね、なるほど、ここはね、一応私は主張させていただきたい、なるほど、全体があるから個が概念として生まれるんであって、個という概念があるから全体を証明できるというふうに、ああ、考えております。なるほど、少し違いますね、はい、はい、ちょっと若干、はい、構いません、はい、はい、元のところに戻っていただいて、はい、この3は、まあ、先ほど説明しました、この帝という字ってこれね、帝王というじゃないですか、うん、そう、帝王、王の上ね、はい、帝王はね、本来人間につけてはいけない言葉だったんです。なるほど。中国のある時期 のトップに立った人が、うん、ちょっと増長して帝王という言葉を使い出したと言います。なるほど。で、もともとは帝王の帝の字は、うん、横の3本をつなぐという、うん、で帝王の王は縦の3本をつなぐという、うん、これを合わせて横縦合わせて帝王、うん、でね、日本にこの漢字があります。うん、どっか記憶ないですか、横と縦三本、横と縦三本、一番最初に出てきました、申すってやつですか、田んぼの田、あ、田んぼの田、これは縦三つ横三つ、あ、横三つ、そうですね、でそこから生命が、はい、あそこに書いてあった、うん、そこに答えが、はい、あ、書いてました、うん、あ、書いて知らないそぶりで答えた、あ、そうまあそういうことでね、これがアナウンサーの配慮で、だからもう帝王は人間につける言葉ではないんだということを、まあ、最初に概念として知っておいていただきたい。で、日本ではその帝王を、田と表記した、ね、ということで、田んぼっていうのはどれだけこう私たち日本人をね、まあ、もともとあったんですよ、海の幸、山の幸、うん、そうそう、だから人口が増えた時に、うん、じゃあどうするのかっていう時に、うん、まあ、田んぼというものがですね、私たちの命を養ってきたと。だって帝王なんていうのは僕らから米を取るだけで役に立たないけど、はい、田んぼは僕らに米をくれるから、帝王なんかよりか田んぼの方がずっと偉いよね、うん、そういうことです、うん、だからまあトップにつけるんだったら伝とかね、田中さんなんて素晴らしい名前です素晴らしい、はい、名前です。伝秀夫ってのは昔言ったね、はい、言いましたね、今、はい、まあ、今回お話ししたかったのは、はい、日本人の間の姿勢、はい、ぜひね、この余白とか無駄ってこう言いますけども、うん、はい、無駄があるから有用があるんだっていうこと、うん、表があるから裏があるんだ、うん、お天道様とおかげ様っていうのがもう日本人の基本であると、うん、いうことを思い出していただければ嬉しいですけど、なんかまだあれ絵ありますよ、あ、絵がありましたですかね、うん、これ、あ、これは前回ちょっとお話しさせていただいた虚実の間に間があって、間の中央に霊がある、うん、ゼロ線という飛行機ありましたね、うんうん、はいはい、あれ、令和の霊というのもこれ使っています。もともとは、霊は命と同義語なんですね、うん、雨が降ってると命、命の上に雨が降ると霊になる、はい、うん、ね、これ、全て、もう一つの霊廟の霊も雨ですよ、ね、うんうん、いわゆる空から降って、うん、降りてくるもの
で、これを巫女さんたちが、受け取る、これが霊、なるほど、なるほど。だから、いわゆる空から降りてくる、うん、あるでもない、ないでもないところから降りてくるものが霊である、うん、それを有用化するか、この虚であるか実であるかというのは、うん、その後に決まってくる、うん、ということを、だからね、知ってたんですよ、日本人、ゼロという概念、うん、もう使ってた生活の中で、うん、ただ、まあなんていうんですかね、引っ込み思案というか主張しないんで、オラが村にゼロがあったなんて誰も言わないんですけど、僕は言いたい、ひょっとしたらインドよりも古いかもしれないよ、この概念はね、はい、ということです。はい、はい、他にもフリップはなかったですか、ね、ありますよ、はい、ああ、最後これ遠大と応援のイラストですか、はい、あの絵ですね、はい、こうやってみんなね、中と外の人が円を作って親しんでた、うん、中は靴を脱いでるけど外は靴を履いたまま、履いたままこれですね、それなんですよ、だから区別しない、うんうん、差別しない空間を、猫は靴を履いてないからどこでもいい、猫は、ね、表も中も一緒です、はい、あ、今ね、うちにね、猫ちゃんが来ました、あ、そうですか、生後1ヶ月ぐらいの野良猫ちゃんだけど、あ、とてもお利口さんで、なるほど、はい、今一緒に暮らしております、はいはい、ということで今日は、第7回目となりまして、日本人の魔の姿勢ということでお届けしてまいりました。そろそろいいお時間でございますけれども、ね、最後に何か魔抜けっていうのがなんでバカという意味なのかと、うんうん、バカの語源は、まあ、アホとも言われますけども、マハとマホの、マホが隠語ですよね、アホとか、そのマホの字が、まあ、やがて馬しかなくバカになったと言われますけども、これはパーリーインドから来てます、ね、ああそうですか、はいはい、そういうことです、なるほど、インドの言葉ぐらい使えばバカとか言うと放送禁止用語だとか言われるから、ああそう、インドの言葉、インドの言葉で同じこと言えばいいね、はい、マハっていうとマハトマガンジーで、あーそうか、素晴らしい大いなる、あマハハンニャ神経という大いなるハンニャの知恵、はい、あハンニャが知恵ですけど、それの隠語としてお坊さんたちがどうしても、 もう言えないときに、マホ、マホ、はい、ちょっと聞こえない、マハじゃなくて、うん、マホと言ったというのは、マホがアホのね、はい、語源だと、これからマホ、まあいつマホだな、あマホだなっていう、したら禁止用語に引っかからない、よくよく言えばインドだと、あインドです、はい、そういうことを、より深く考えなければわからないことがいろいろあるということが今回ね、分かったという感じですね、はい、はい、それではそろそろお時間ということで、今回の第7回目は日本人の魔の姿勢ということでお届けしてまいりました。今回も一般財団法人姿勢学術協会主催塾代表の片山健先生をお迎えしてお届けいたしました。今日はここまでといたします。先生ありがとうございました。どうもありがとうございました。To this place.